強化が正規塾を訪れ稽古に励んだ。1971年の重量級世界チャンピオン、オランダのルスカ選手。ミュンヘンオリンピックで金メダルを取るために3度も来日して岡野の指導を仰いだ。金メダルを取る。その公約通り、ルスカはミュンヘンオリンピックで重量級と無差別の2階級を制した。無差別の表彰式の時、ルスカは正規塾のネームが入っているトレーナーを着て表彰台に登った。岡野は嬉しかった。しかし正規塾は発足から3年で挫折した。正規塾のようなですね、機関を作るということは教育の機関ですから、これはいつまでやればいいというようなものではないわけですね。本来半永久的に続くべきものだと思うんです。そのために一番大切なのは何かというと、やはり経済的な安定というのは大切だろうと思うんです。しかし当時私も26歳から3年間でしたので、それだけの準備をするというような余裕もなかったわけですね。ですけれども、非常に短い時間ではありましたけれども、それなりの成果が出ましたので、心ある人には大きな刺激となってですね、今日少数精鋭の英才塾というのが多くなってますけれども、そういう影響は残し得たのではないかというような気がいたします。